前半の時にちょっと交代でやって休むことを忘れてしまったので、あと2回目の時間があれなんですよ。何よりもあの演舞が素晴らしくてちょっと感動してちょっと泣いてしまいました。ありがとうございます。すごいやってる人は寒いやろうなと思います。あの裏の顔もがゆらな。あの前半のね、みんなちょっと忘れてしまって休まなかったので交代。ありがとうございました。25年も見ていらっしゃる。すごい。はい、どうもありがとうございます。まだ質問していっていいですか。じゃあ一旦こっちの方にマイクいただきます。はい、それではですね、まずオフター団体医療士たらまいの皆さん、それから、中野七住まいの皆さん、お疲れ様でした。まず素晴らしい演舞を、見せていただきましてありがとうございます。それではこれよりサミットに入るということで、まず、医療士たらまいの会長の久保さん、お伺いしたいと思います。私も大槌で虎舞に深く関わっておりまして、で大槌町もそうなんですけれども、漁師地区も震災の津波によって甚大な被害を受けて、で、虎舞のその団体の、道具の保管庫であったり、また衣装など、大変被害を受けたと思うんですけれども、その辺のその被害状況というのはどのような形だったんでしょうか。そうですね、漁師町がもともと漁師町で、はいはい、350世帯ほどあったんですけども、10世帯ほど残りましてほぼ全滅でした、はい、でまあ、家のものも全て流されたんですけども、そのトラマイに関するものも全て流されて、でそのがれきの中からこの頭のもともとあった旧の頭が見つかりまして、はい、でそれをもとに今回新しくこれ作ってもらったんですけども、はい、それ以外はもう全て何も残ってない状態です。まあ、そうなると活動再開するまでだいぶ時間がかかったと思われるんですけれども、震災から何年後にその全てのまあ虎ヶ石原であったり、その全ての道具が揃って活動再開されたのは震災の何年後ぐらいだったんでしょうか。そうですね、町がちっちゃかったので仮設、みんないろいろなところに仮設が行ってたので、もうなかなかみんなが集まることもなかなか難しかった時期だったので、最初の 2,3 年はやっぱり活動はできなかったんですけども、そこの中からその震災直後にその見つかった頭をまた幕をつけてみんなでやろうっていう形で、本当に一度もう瓦礫の中で一回、お祭りの日に踊ったのが一番最初ですね。あ、はい、まあまあ、これからその今後の、まあ伝承活動であったり、はい、そのどういうふうに残していくかっていうのは、まあこの後いろいろ詳しくお聞きするにしてですね、それでは中野七住まいの、佐々木会長、神永姫の際には大変お世話になりました。それで岩泉町は、津波の被害だけではなくて、まあ、内陸部台風10号の被害などもあったと思うんですけれども、実は私も中島地区にボランティアで作業のお手伝い行きまして、で集会所にあった水に浸かった、郷土芸能の道具とか衣装なんかをこう何ですか、干してるというか乾燥させてるのを見たりしてたんですけれども、実際その、中野七住まいさんの、被害状況というか、まあ、その台風の被害であったりそういう部分においては大丈夫だったんでしょうか。ですね、台風の被害の話も出たのでちょっと複雑なんですが、津波被害の時は、岩泉町は全部で 3回ぐらい被災していましたけれども、まず1回目が
台風被害で、大本地区っていうあの三陸鉄道の大本駅がある付近がからあの海側で大体250世帯ぐらいだったかなと記憶してますが被災しておりまして、まあ、その時は中野七住まいは直接の被害はありませんでしたけれども、メンバーの住宅が被災してますのでなかなか、すぐに活動はできなかったっていう記憶です。で今お話のあった台風災害は平成28年だったと思いますけれども、岩泉町全域が大雨により洪水により、被害を受けました。でその時は今度その津波被災の大本地区っていうのはあまり被災がなかったんですけれども私たち中野七住まいでいますがその他にも中今おっしゃった中島の七住まいとか中里の七住まいとかっていう、まあ、同じように、芸能をやってる団体がありましてそちらの方が、衣装道具すべて、浸水っていうことですね全損というか、まあ、全くできない状態になったとこう記憶しております。はい、ありがとうございます。まあ、地域によっては、まあ、被災した、まあ、七住まいさんもあるということだと思うんですけれども、ちなみにその今、七住まいさん、あの虎舞をご覧になったと思うんですけれども、どういうその見て感想といいますか、これはどうでしょうか。まあ、この距離で見させてもらうのは初めてで、すごくこう迫力あるし、細部までこうなんていうか気を使って演じてられるんだなというのが分かりました。まあ、ドラマイさんといえばあの軽快な、お囃子とこうなんか荒ぶる男の海の男のなんか舞っていう感じがしたんですけど、それ間近で見れて良かったです。ありがたかった。はい、逆に漁師空舞さんは七住まいさんの踊りをご覧になって どういう感想をお持ちでしょうか。そうですね、演舞がすごいいっぱいあってで、なかなか覚えるのは大変だろうなっていう率直な意見で、はい、はい、ありがとうございます。まあ、なんか両団体ともですねこう大地を踏みしめるようなこう軽やかなステップというよりはもうしっかり踏みしめてステップを踏むような、なんかそれがすごい印象的だったんですけれども、で、両団体を見ると、若い、メンバーの方々もいらっしゃるんですけれども、ちょっと若いメンバーから、お話、ちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、一番端の、端巻の若い、方は、どういう、その、なんだろう 経緯というか、虎舞に関わったのはどういう経緯で関わったんでしょうか。震災前から虎舞は踊っていて、で、そうですね、お父さんとかおじいちゃんについていった感じです。あ、そうなるともう地元漁師なんですね。はい、漁師です。地元の郷土芸能を愛して、伝えてるということだと思うんですけれども、じゃあ七住まいさんの方は、若い高校生でいらっしゃいますよね。あ、中学生。あ、中学生ということで、どういったきっかけでこの、七住まいに参加しようと思ったんでしょうか。まあ地域で取り組んでるんですけど、僕自体は、お父さんの七住まいを昔から見てきて、小学校中学校で参加してました。まあ、両団体ですね、こうやはりその親御さんの影響が大きかったというふうな感じはするんですけれども、でまあ、ちょっとメンバーを変えてですね、今お話伺ったメンバーを変えてお隣の若い方に聞きたいんですけれども、
この虎舞、漁師虎舞のこの、一番のアピールポイント、ここ見てくれっていうところと、あとはやってて難しさ、難しいところっていうのはどういうところがあるんでしょうか。もうこう笹上は絶対見てもらいたいとか、なんかこうあると思うんですけれども、ササバミで難しいのは、あのどの踊りが一番難しいですか。頭が切れてきてる。あ、はいはい、全体的に何の色もあってフェアドラとかササバミは基本的に大きく踊ることが多いので。あ、なるほどですね。まあ、漁師虎舞さんの虎頭はですね、木でできておりまして、昔からその木の虎頭で踊っておられるんですね。団体によっては張り子の虎といって紙でできた虎頭もあるんですけれども、そういった中で漁師の虎舞さんは木の木製の虎頭を、今でも使っているということでございます。まあ、大変その重いというのもあって、その辺が苦労されているという点だと思うんですけれども、じゃあ逆に奈良妻さんの方はなんか難しい踊りっていうのは、どういう苦労しているところっていうのは、そういうところがありますか。そうですね、きつい踊り、輪になって踊るところでみんなと揃えて踊らなきゃいけないっていうこともそうなんですけど、種類がたくさんあるので、そこをなんていうんですか、応援ないといけないっていうところはとても大変なところです。どれぐらいかかって今の舞を習得したんでしょうか。小学校からやっているので、中学校が年になると保存会の方々と踊ることが増えてくるので、そこで、はい、まあ、やっぱりこれまで来るのに3年4年かかって踊りを舞を習得したっていう感じなんでしょうか。はい、ということなんですけれども、じゃあお二団体代表者の方、久保さんからまず伺いたいんですけれども、まあ、これは、まあ、どこの地域の郷土芸能にも共通して言えることなんですけれども、まあ、若い少子高齢ということなんかもあって、若いメンバーが減ってきてる。で、そういう若いメンバーを残すための取り組みであったり、またその子どもたちを団体に呼び込むためのなんか取り組みっていうのは何かされてるんでしょうか。そうですね、やっぱりうちの漁師虎舞もそうなんですけども、かなりもう子どもたちが、今日も4人ほどだったんですけども、私が小さい時は本当に20人30人で踊ってたんですね。でそこにもう入りたくても入れないっていうくらい人がいっぱいいたんですけども、今全然いなくてですね、やっぱり漁師の町以外からでもやっぱり募ってやりたいよっていう子がいれば、もう今は、ウェルカムという形でどんどん入れてるようにしないと、まあこの先続かないなっていうのが一番心配しています。はい、やはりそのどこの地域でもやはり共通の問題であって、これから郷土芸能を継承していくその一つの課題というかになると思うんですけども、奈良妻さんの方は どうでしょう。若い人たちを取り込むためのなんか努力であったり、まあ、岩泉高校がこう伝承の母体ってなってるとか、そういうのもあると思うんですけれども、何かしらそういうご苦労などがあればお聞かせ願いたいんですけれども。うちはですね、小学校で、学校の行事というか、教育課程の中でというか、そのプログラムされておりまして、毎年指導、あとは継承という方で形づけられているので、
これがまあ35年、40年、45年で続いてきてるんで、その点はすごく安心といいますか、頼もしい点だなとは思っております。で、ただ小学校の人数自体が減ってきているので、これもですね、今後心配される点ではあります。地元の神社の祭りで踊ったり、あと、まあ、酒祭りとか地元のイベントとか、そういったものを大切にして、まあ、子どもたちが、大人からこう褒められたり、ちょっと、ね、いただけたりしたらば嬉しいんじゃないかなということを気にして、日頃活動しております。以上です。 ありがとうございます。まあ、いろいろご苦労はあると思うんですけれども、漁師とらまいさんは釜石市の無形民俗文化財に指定されているということで、まあ、今後その、団体を残していくために、まあ、今後もいろんな取り組みされていくんでしょうけれども、こういうことを将来的に考えているとか、今これを一生懸命取り組んでいるんだっていう何かしらそういうこう思いであったり、そういうふうに何か実行取り組んでおられることっていうのがあったらちょっと教えていただきたいんですけれども、復興して町の方がようやくできたんですね。でまだ完全にできてまだ 2,3 年しか経ってないもんですから、町で盛大な祭りっていうのがまだ行われてなくてですね、はい、震災で結局350世帯くらいあったのが今100世帯ほどしかないんですね。でそのほとんどが、まあ、高齢化といいますか年のいった方が住んでるのがほとんどで、若い人が残ってないのでなかなかこうお祭りを盛り上げるのもなかなか厳しくなってきているので、その虎前だけじゃなくてその地元のお祭り自体をちょっといろんな人からお手伝いしてもらいながら今後はちょっと盛り上げて一度、うん、盛況にちょっと祭りを盛り上げたいなっていうのはあります。確か釜石祭りが終わってから漁師祭りあると思うんですけれども、今年はどうでしょうか。お祭りそうですね、今年も一応10月の25日毎年なんですけども、その日に一応やる予定ではあるんですけども、うん、神社の方で参詣して、まあ、町を練り歩くんですけども、まあ、ちょっと平日なので大きくはできないんですけども、今の子どもたちと一緒にやる予定ではおります。ありがとうございます。まあ、10月25日ということなので皆さんもよかったらご覧になっていただけたらなというふうに思います。じゃあ七つ舞さんの方にも同じ質問するんですけれども、今後これから数十年数百年と残していくという思いの中で、どういった今後取り組みをされていくのか、また今何かしら取り組んでいることがあれば最後に教えていただきたいんですけれども、特別取り組んでいることはあまりないかなとは思ってまして、ちょっと考え方とかであれば、その地元にこだわらず いろんな方々と交流して、まあ、興味のある人はぜひやってもらって、あとは一回こう離れてもまた、地元に戻ってきて、誘ってみるとかですね、そういうふうにいずれ接点をこういろんな方面に持っていきたいなと思ってますし、まあ、基本的にはその地元の神社の祭りを絶やすことなく、そして、まあ、自らも楽しめるように、仕掛けしていきたいなというふうに考えてます。 ありがとうございます。ちなみに岩泉 のお祭りの方はもう秋祭りはですね、まあ、岩泉の祭りというかですね、岩泉の大本の、中野の白山神社の祭りは5月3日です。で、その他に岩泉の龍泉堂の祭りが5月5日とかにあります。
て、岩井久美のおもとの酒祭りが、今度の10月29 29、はい、はい、合ってました。はい、基金10月29日にあの酒祭りのイベントがあるということなので、よかったら皆さんタイミング合えばご覧になっていただけたらなというふうに思います。まだまだ聞きたいこといっぱいあるんですけども、ちょっと時間の関係もありますので、この辺で、サミットを終わらせていただきたいと思います。漁師トラマイの皆さん、中野七つ舞の皆さん、本当にありがとうございました。皆さん改めて大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあ、団体、年長者の皆様方、そして若い方々の力強い言葉が聞けまして、本当に元気をいただきました。漁師トラマイ保存会の皆様、そして中野七つ舞保存会の皆様、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、新メンバーの中にまだまだ募集しておりますので、皆さんどうぞご参加ください。はい、天然広場では野田村大黒舞の方々からレクチャーを受けて、みんなで野田村大黒舞を踊ろうという企画があります。はい、ぜひぜひ輪の中に入っていただいて、あの太鼓に合わせて、お前にしてください。はい、歌って、はい、はい、はい、いっぱいになる、もういないよ。じゃあ歌っちゃいましょう。この先も楽しんでいただければと思います。皆さん、あの野田村大黒舞の会の方々に改めて拍手をお願いいたします。ありがとうございます。
のご案内です。6時23分ごろから始めさせていただきます。第2部6時23分18時23分始めさせていただきます。さあ今日はプログラム最後1日目結び輪持ち巻きがございます。これも大船渡ならではのまた皆さんの心弾む催しでございます。持ち巻きがラストにございます。そして持ち巻きを終演後になりますが、こちらもまた大船渡名物の和踊りを開催いたします。先ほど大黒舞の体験会いたしました上のですね芝生の広場千年広場にて和踊りございます。インドネシアの郷土芸能にも触れていただきたいそんなコーナーも設けておりました。ぜひ皆様最後の最後まで三陸国際芸術祭2023移る1日目お付き合いいただきまして一緒に楽しめたらなと思っております。